はい、皆さんこんにちは。今日は新しい GPT 図を作ったのでご紹介をしたいと思います。本日2024年の10月の頭ですけれども、前月の9月はとっても AI のツールがたくさんいいのが出てきました。今までは ChatGPT のような大規模言語モデルというのがですね、どんぐりの背比べのようにですね、 今週はあっちがすごいどまた1週間経てばですねこちらから新しいのが出たどとかいうようなそういう競争が多かったんですけれども今回はプレゼンンテーーションをするようななツールで便利なものが出てきました。今日の本題というのは今画面にあります g p t 図、台本作成パートナーこれの話をするんですけれども情報としてですけれども もう皆さんもご存知だと思いますが、Mappify というようなマインドマップというのを作ってですね、文章から図式のような形ですごく整理された情報で閲覧できるようなツールが1ヶ月前ぐらいからたくさんのインフルエンサーの方が紹介をしたりしています。僕も課金をしました。そして今日は この g p t 図のご紹介にということで、もう5分ぐらいでパッとプレゼンテーションが作れました。新 g p t 図誕生ということでですね、この赤い日の丸のようなアイコンでですね、動画台本という風になっている動画作成パートナーという g p t 図です。これは YouTube 動画を作ったりするときに、 シナリオやナレーションというのを考えてくれるソフトで今までも近いものはあったんですけれどもちょっとリニューアルして新しい GPT 図を開発しましたその下にありますサムネイルのようにですね僕の方のサブチャンネルの AI 初心者教習所というのもですね AI のツールなんかを主にご紹介してきたんですけれども今度はその AI を使った事例と言ったらいいんでしょうか。海外向けにですね、日本の文化やグルメというのをトラベラーの方に参考になるような日本紹介みたいな動画をどんどん発信していくというのもこのサブチャンネルの中で展開しようと思ってバナーも作り直したりしました。もう半日ぐらいで3本4本の ソフトが自動でできるような、そんなお話を今日はしたいと思います。使い方はとっても簡単でしてですね、画面に表しているように、6つの項目、例えば動画のタイトルはとか、そして動画の概略はどういうことですか、また動画の時間はどのぐらいで作りたいんですか、とかいうようなことですね、そして 5番目に話口調を選ぶという風になっていますように標準語とか関西弁とか英語ででも台本を作ってくれるというようなソフトです6番目のセパレーターというのは今はあまり意味がないんですけれどもそれもチャット GPT がアドバンスボイスというような人間と同じように喋るような機能が出てきて これが進化した時に便利に使えるというようなことを考えてセパレーターという機能もつけたんですけれども今は関係がないと思ってくださいそんな123456という今までも過剰書きにしていたものもこのナプキンというソフトを使えば1秒2秒でこんな図が書けるようになっていますもちろん これを修正することもできるんですが、とっても便利になりましたよね。もうビジネスマンは絶対に使うことが必須のような世の中になっていくのではないかなと思われます。このソフトの特徴というのはですね、多言語にも対応していたりとかですね、シナリオの機能だけじゃなくって、YouTube をアップロードする時のタイトルとか説明欄とか、 そういったものも作ってくれますし、サムネイル画像も作れるというようなものになっています。ですから動画を作るのがとっても早くなります。ここから実演をしますけれども、この GPT 図を使ってシナリオとナレーションを作ってですね、そして前からも皆さんに紹介していますブリューですね。ブリューの動画も6万7万ぐらい 言っててているような動画もできてきています、まあ、そんなことで得意なブリューを使って今日は実演をしたいと思いますじゃあやっていきましょうこの台本パートナー概要欄に貼っておきますので皆さん無料で使っていただけます台本作成スタートというのをやりますそして先ほども海外向けのお寿司の紹介という サムネイルが先ほどの仕様に貼ってありましたように今度は焼肉ということでそんな動画を作るということが最終の目標ですじゃあここでどんな動画を作りたいですかタイトルということですので入力していきますはい和牛の美味しさを紹介する動画として送信します次は動画の概略を教えてくださいということですので はい。海外からの観光客の方が予備知識に和牛の魅力がわかるような動画。こういうふうに概略を入れました。送信します。はい。何分ほどの動画に仕上げたいですかということですので、3分ぐらいにしてみましょう。そして、シナリオのセクション名も入れますかということで、セクション1とかセクション2とかいうようなそういう言葉を 入れるか入れないか、そういうのも設定ができます。今回は入れないにします。次は話し口調はどうしますかということですが、今回は英語で喋ってほしいですので、英語にします。3番ですね。はい。そして、セパレーターはつけますかということで、なしにします。はい。 こんな風にナレーションを書いてくれました。次に進みます。追加項目ということで待ってくれていますので、OK をします。もしここでナレーションが足りないなとか思ったら、もう少し詳細にとかいう風に言ってください。でもここで OK をします。そうすると、 タイトルを5つの候補で出してくれます。それも日本語と英語両方で出してくれるようになっています。次の黒い枠のところは概要欄の説明の部分です。その下はタグですね。検索用のキーワード。それを間膜切りで出してくれています。たくさん英語と日本語と両方でこのように出してくれています。そして最後には サムネイルも書きましょうかということでテイストを選ぶことができますが今回は写真風の一番にしますはいこれを使うか使わないかは別としましてこんな肉の絵を描いてくれましたちょっと文字が化けたような字が出ていますので文字は入れないでくださいと修正をしてもいいです 時間の加減上もありますので、こういうようなものができるんだということと、また修正が欲しかったら修正してくださいというふうに言うことにしましょう。では、ここからブリューの方に行きますけれども、このナレーションをコピーします。そうしまして、ブリューを立ち上げます。はい。前もって準備をしていましたので、 今も焼肉の画面が出ています。ここに行くまでは新規で作成というのを選びましてテキストから動画を作成これを選びます YouTube の16対9これを選んで次へそしてまあこれどれを選んでもさほど大きな差はないんですけれども情報提供動画スタイルこれを選択して次へそしてここに 先ほどの文章がありますが、これをすべて選択して貼り付け直してくれるといいと思います。そして、ここで完了というのを押してブリューに作らせたもの。それがこの状態です。文字のサイズとかいうのは、どのクリップも選択していない状態で、書式というメニューを押すと、ここが基本書式という風になるはずです。 ここで文字の大きさとかを選択いただくといいです。今110になっていますが、100に変えたいと思います。このようにして文章をチェックしていきます。字幕の日本語は入れたり消したりすることができます。一度字幕は消してみましょう。ここに字幕をすべて削除というのがあります。もう一度日本語の翻訳を入れたいと思います。 ここに再翻訳というのがあります。これで翻訳をします。その時にまずはクリップをすべて選択します。Ctrl A で選択ができます。そして再翻訳というのをします。するとこんな風になりました。もうブリューの使い方は皆さんもわかっている方も多いと思いますけれども、 全く知らない人のために、例えばこの一つ目のクリップ、牛肉の絵がありますけれども、これを一旦削除します。ここをクリックして、デリートを押すと画像が消えます。そして、先ほどサムネイルできましたよね。あまり良くなかったですけれども、はい、こちらの絵を画像をコピーとしまして、この 一つ目のクリップに貼り付けをします。その時には、この画像のところで貼り付けるんではなくって、今クリップのフェンユという風に一番先頭のところですね。ここが今カーソルがチカチカしているのがわかるでしょうか。この状態でコントロール V で貼り付けます。するとこんな風にちょっと小さめに絵が出てきますので、 一番上のアイコンで埋めるというのを選択します。そして真ん中のカットというのを選ぶとこのように大きく表示されるようになります。このようにしながら図を入れ替えたりするんですけれども英語はほぼほぼ間違いないと思いますので日本語だけを読みながらチェックをするといいでしょう。ちょっと半分ぐらいまでどんな風に出来上がっているか When you think of Japan, sushi might be the first thing that comes to mind. But today, we're introducing you to something even more luxurious—a five wagyu yakiniku, the pinnacle of Japanese barbecue. If you're visiting Japan, this is one food experience you can't miss. So, what exactly is a five wagyu? Let's break it down. Wagyu is a breed of Japanese cattle known for its incredibly rich marbling. That marbling, the intricate web of fat that runs through the meat, is what gives Wagyu its signature melt-in-your-mouth texture. And when we say A5, we're talking about the absolute highest grade. 10分ちょっとくらいて できます。ですから、1日にたくさんの動画を作ることもできます。あとは、この右上にエキスポートというのがありますが、いわゆる MP4 の状態に書き出しをすれば、あとはアップロードをするだけです。アップロードをするときは、先ほども説明しましたように、ここにアップロードできる情報がありますので、これを使ってやればですね、 SEO 対策もできているようなタイトル名であったり説明欄であったりということでとても閲覧してもらいやすい YouTube 動画をアップロードすることができるでしょうこの g p t 図は動画の初心者の人にもとっても便利です今までは話をしたりということが苦手だから解説動画なんて作れないよとか思っていた方も このツールがあれば簡単に制作することができます。ブリューももちろん無料から使えますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。また、コンテンツをいつも作ってられるような動画制作が慣れている方もかなりの時短ができますので、チャレンジしてもらいたいと思います。まとめということになっていますが、これは僕が文章を書いたのではありません。 チャット GPT がこんな感じに解説動画を作るから資料を作ってと言っただけでまとめてくれました。台本作成パートナーはあなたの動画制作を力強くサポートします。AI を活用してですね、台本というのもかなり早く作れますので、ぜひ試してみてください。今日はご視聴ありがとうございました。そして決まり文句のようなことも ちゃんと考えてくれてますね。この動画が参考になった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。ということで、ぜひぜひチャット GPT、無料ででも制限はあるというものの使っていただけますので、動画制作のお手伝いに一度チャレンジしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。まったねー。